Thank <laughs> you. はい始まりましたハロウィンでお届けしたいと思いますが今回から生後問題対策講座っていうのをやっていきたいと思いますねまあ生後問題ね非常に苦手な人が多いところでねもうやだやだよできないできないできないムーってなっちゃう人がすごく多いんですけども是非対策しておいてください生後問題が出るね大学学部をね避けちゃうっていう人が結構多いのでもったいないですよんこれできるようになっておけばすごい差がつくので是非是非対策してください逃げちゃダメだ はいえー、なぜ生後問題が出題されるのってねそうなんですよなんでこんなのやんなきゃいけないのってねだって間違った文を見るわけでしょ正しい文じゃなくて何で間違った文を見なきゃいけないんだって思う人がすごく多いと思うんですけどもこれ一番の理由はライティングの力をでですすね見たいんですよあなたがちゃんと書く力あるのかっていうわけですでライティングっていうのはただただね書きたいことをバーッと書いちゃえばいいってものではないですよね。えきちんと正しいい文文法語法法語が使えててるるかっていうのを見るわけですよで文法語法 これはスピーキングに関してもね言えることなんですよでもちろんね戦後問題ではあまり出ないですけどスペリングですねスペルがちゃんと書けるかなんていうのもねライティングでは非常に必要になってくる力ではありますよねだある意味英作文の前段階みたいな感じで多くのテストにね今まで出題されてきているわけなんですねだからね問われやすいのは日本人が書く時に間違いやすいところなんですよそこが問われやすいわけですね当然日本人がよく間違えるところってね まあこっちは添削する側なのでよくわかってるわけですよああここねよく間違えるねっていうのがあるんですけどまあ、皆さんはですねチェックする側じゃなくて間違えるプレイヤーじゃないですかだから難しいんですよこれってねそうだから自分の書いたものを客観視して合ってるかなどうかなっていうね見るのって結構大変なんですよだから正誤問題でねこの客観的に文を見るっていうね力をつけてほしいわけですねそうすることによって自分の書いたライティングを客観的に見直して通じる 英語にに変えててていいいいくくっっううううねそういう力が身につくっていうことなんですよもちろんねすごくいい、まあ、間違いを気にしすぎちゃうとね当然喋る時とかさ、ね、頭の中で全部組み立ててから喋んなきゃとかってなっちゃうとねちょっとまあスピーキングに弊害は出てきちゃうっていうのはちょっとわかるんですけどもただやっぱり正確性っていうのをね高めるためにはやっといた方がいいんですよね。 では、勉強することの利点は一体何なんだっていうわけですが、英作文を書くときに間違いを見つけられるようになるんですね。自分のやる間違いっていうのがわかるようになるんですよ。これがね、とっても大事なんですよね。まあ自分自身ね、本当に正誤問題をすごく鍛えたんですよ。特に大学入ってからすごいやったんですね。これやっぱ苦手な人すごく多いわけですけど、本屋さんに行ってね、正誤問題の参考書とかすっごいたくさん解きましたからね。だ教えるにあたってこれできなきゃいけないなと思ったんで、一生懸命やったんですよ。そしたらね、間違いが浮き出 出てくるね力がついたんですね。まあだいたい7000台ぐらいで置いたんで、でそれで英語問題得意になったんですよ。でもねそれが得意になったおかげでですね、ある弊害が出てきたんですよ。何かっていうとね、私まあ慶応の英米文学専攻なんですけど、英米文学ってねライティングのクラスいっぱいあるわけで、で自分自身毎年必ず選択でライティングを取ってたんですよ。 1>, 1年生の時、2年生の時、3年生の時、4年生の時、全部ライティング取ってるんですね。慶応のエ戸文学っていうのは英語で論文書かなきゃいけないので,で、その論文用にアカデミックライティングのクラス取ったんですね。そしたらね、ピュアエディティングって言ってですね、学生同士がお互いのライティングをチェックするっていうね、そういう時間があったんですよ。で、そうするとですね、私ね、間違いが浮き出て見えちゃうんですよ。当時私3年生だったんですけど、 4年生たちはもう論文書いてるんで、論文を抜粋して、そのアカデミックライティングの授業にね、持ってくるんですよ。ね、なんかずるいですね。僕らは新たに自分たちでね、3年生だから書いてるのに、4年生たちはもう自分のね、すでにやっているものを持ってくるんですけど、で、そこで間違いが浮き出て見えちゃう私はですね、真っ赤っにしちゃうんですね。もう赤だらけにしてしまうんですよ。その先輩たちのライティングを。で、 めちゃくちゃ嫌われるっていうねそういう事件がありましたねで向こう側えでもこうこうこうでいやこうこうこうでって言われても文法上間違ってるから何とも言えないです 力力とと、ね、見つけけるっってやっぱ違うんだなと思いましたけどね自分はね当時大学3年生でそんなに書く力も高くなかったですからそれでも見つける力っていうのはすごいあるんだなと思いましたけど、ね、あのゼミの、ね、スーツ着てるやつがいつもねボロクソに言ってくるみたいなね言われてましてそうそう私常に塾でねバイトしてたんでいつもスーツだったんですよ。で受験生の利点としてはですねやっぱねものすごくできない人が多い苦手な人が多いので他の受験生にですねもう差をつけることができるんですよ本当に。 でね日本人が間違えるポイントなんて結構決まってるわけなんですよ。そんなにたくさんパターンがあるわけではないので、だからできるようになるとですね、すごくジャンジャかジャンジャが解けていくんですね。それに対して周りの受験生は解けないですから、だから対策しておくと得なんですよ。じゃあどうやって対策するのかって言ったら、よく出るパターンを知ることです。で、そのパターンを知るためにはですね、たくさん解かなきゃダメです。もう本当にいっぱい解いてください。 いっぱい解けば分かる同じ系統の問題ですね何度も何度も出てくるのでなのでたくさん解いてもうパターンを身につけちゃってくださいじゃあじゃあどこのね大学の問題が一番いいですかって言われたらまあ一番いいのは学習院ですかね学習院大学が一番手っ取り早いと思います学習院ですねでこれ学部問わず同じ形式ですんで1年にたくさんの問題を解くことができますから生後問題で昔はね立命館が良かったんですけど立命館出題するのやめちゃったので一番は学習院かなと と思いますねこれが早計とかね、えー、目指す人もおすすめですね早稲田の人科とかね社学まあ社学はちょっとかなり難しいんですけど、えー、法学部そして慶応の、ね、法学部とかね目指す人是非チェックしてみてくださいじゃあとりあえず数問やってみましょうかね <music> はい。では、一番やってみましょうね。The farm where we visited last summer was very large and hundreds of cattle were eating grass and the green fields. というふうになってますね。はい。The farm where の配当、はい、ですね。この where が間違ってるってことにちゃんと気がつきましたが、これおかしいよっていうふうに気づけたかどうかがポイントになりますね。そうですね。ポイントはこの visit ですよね。we visited のこの visit っていうのは覚えてますかはい。自動詞、多動詞、どっちですかって言われたら、そうですね。多動詞ってやつですよ。多動詞っていうのを 主語の他に名詞が必要だよっていうやつですねもともとビジュアルとかですねこれ見るですから、はい、見に行くっていう意味なんですけどもそうです目的語はここにないぞおおないさんだぜんっていうふうに分かってないといけないわけなんですけどなんでないのって言ったらそれはここにあるべきだからですねここにあるはずなのにこいつ「where」って関係 福祉ってやつですね。関係福祉は福祉ですから目的語さんになれないんですよ。目的語さんになるためには関係代名詞にしてやらなきゃいけないですから。だからウィッチとかだったとかね。関係代名詞を置いてやらないといけないわけですよね。ここにね。A. V. Z. を知ってますよ。太郎氏。でもこいつ。ここが目的語じゃなくて、このラストサマーなんじゃないですかっていう人ね。ラストサマーっていうのは。はい、これは福祉ですね。塊で間違えないでくださいね。去年の夏ってやつです。だからそもそもね。意味で考えたっておかしいじゃん。去年の夏を見に行くとかです。 私たちは去年の夏を見に行ったんだなんだその青春アニメ映画始まりますみたいなねダメですよはいということで関係代名詞 VS 関係副詞ってやつですねめちゃくちゃよく出るやつですねでこのウィッチっていうのが TheFarm を指してるわけでだから We visited the farm last summer っていうことですね私たちが去年訪れた農園とか農場ですねでこやつ目的語の役割してますからこのウィッチさんね、はい、目的格の関係代名詞っていうのはそう省略可能っていうふうになりますねだから別に言わなくてもいいですね the farm we visited last summer っていうふうに言っても構いません。The farm っていうのは very large。主語はファームですから The farm was で全然問題ありません。で、このファームっていうのがですね、狙われることがあるので気をつけなきゃいけないですね。ファームと相性のいい前置詞って言ったら何かごめんすね、そう、これ農場でとかってね、言ってね、in を入れちゃう人がね、いたり、 インが正語問題でてきたりするので、ちゃんとダメだよっていうふうに知っとかなきゃいけないわけなんですよ。必ずね、オンで覚えておいてください。オンダファームですね。まあ、あったファームっていう言い方もあるんですけども、問われるのはね、結構オンなんで知っといてください。はい、インはダメでオンで覚えるっていうのを忘れないでくださいね。そうだから、正語問題ですね、線引っ張られたりしてますから、オンだったら合ってるんですよ。インだったら間違いですからね。忘れないでくださいね。はい、で、and hundreds of cattle。そうです。この cattle っていうのもね、狙われやすいので、ちゃんと押さえておかなきゃいけないんですよ。ね、牛さんなんですけど、まあ、家畜とかって訳されたりもするんですけど、 で飼うっていうの知ってるじゃないですか牛ってね飼うの場合はこいつ数えられる名詞なんで飼う っていう風になるのに対して、キャロっていうのはですね、キャロだけで複数扱いなので気をつけてください。まあ、普通はね、トゥキャロとかメニキャロとかって普通は言わないんですよ。普通数えられないんだけど、複数扱いです。はい、いいですね。そこ間違えないように注意してくださいね。はい。で、複数扱い、ほら、他にもですね、よく出るやつあるんですよ。生語問題で知ってますそう、実はですね、このね、ポリ c スっていうのがよく出てくるので、きちんと押さえておいてください。ポ,ポリ e スアーっていうやつね。だからほら、ピーポーとかとちょっと似てますよね。 まあ、ピーポーの場合はね、two people ーーとか t w ー people ーって数えられるんですけど、まあ一応ね、こいつも一語で複数扱いなんで、こいつも押さえておかなきゃいけません。で、あとはね、警察官を一匹、一匹、一匹一匹,匹,匹とか言っちゃうけど、ねはいけないから、一人一人を数えるときは何て言ういいんですかあ、A、police? そう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 、officer って言わなきゃいけないですね。 ね、だからこの辺のこともね、覚えておかなきゃいけないわけですよ。一人一人数えるときにね、o f f i c e r ってね、呼んだりしますよね。はい。で、あとは people ーーっていうのが、あがついた場合に意味が変わるよなんていうのも押さえておかなきゃいけないですね。はい。人々じゃなくて、あ、people って言った場合は、そう、この場合は民族っていう意味に変わりますね。はい。その辺のこともきちんと押さえておかなきゃいけません。はい、えー。キャローはね、結構盲点だったりするので知っておきましょう。で、we're eating grass. はい。グラスですね。意外と東大クラスとかでも知らない人が多いんですけど、大丈夫ですね。これガラスじゃないですからね。はい、牛がガラス食って、ね、血だらけバーみたいなですね。そんな話ではありませんので、これは草のことですね。えーまあ 間違えないようにしておいてくださいね。はい、草ね。はい、笑わないでくださいね。エンドグリーンフィールドですね。はい、そうですねえ。フィールドは別にインにとっても構わないですかね？っていう風うに答えに関係あるところなんていうのはほんとちょっとなんですけども、それ以外にもね。風邪ひかれてるとこっていうのはね。いろんなポイントがあったりするので、熱文法、誤報事項をね。復習に使うといいですよ。<music> はい、2問目。The audience was very s a t i s f i e d with the excellent quality of the musical performance and cheered loudly for the band. っていうね、バンドに、わーって応援してたんですけども、え、オーディエンス、まあよく問われますけど、全然問題ないですね。オーディエンスは問題ないです。はい、問題なのはそうですね。very s a t i s f i e d じゃないですね。satisfied じゃないといけないじゃないですか。え、感情は与えられることですね。そう。何かがあって、私たちは満足させられるわけですよ。もちろん、be satisfied with、はい、満足するようで覚えちゃってもいいですけどね。何か原因があって、それに私たちは満足させられる。原因があって、驚かされる。そうでしょ。 何か原因がないと驚くことはなんてできないじゃないですか。ね、だから、be surprised とかっていうのがあったりするね。何かがあるから興奮するわけで、be excited のがですね。何もないのにいきなり、うわーとかってね、なるわけないですからね。素晴らしいクオリティに満足したよってですね。ミュージカルパフォーマンスね。はい。ね、こうバンドが演奏したんでしょうね。で、cheered loudly。ね。loudly はそうですね。こう、大声でみたいな感じで、あの声に出してるのアラウドとね。 これが狙われたりしますね。read なんとか loud って言ったら声に出して読むわけじゃないですか。loudly って言ったらうるさくなっちゃいますので、この違いっていうのが出たりもすることもあるし、まあ、一番厄介なのはやっぱこのアオーディエンスですね。問われた時に気をつけなきゃいけないですね。はい、たくさんの聴衆とかって言ったりするときに、この large audience とかっていうのが問われたりするので、えー、きちんと押さえておいてください。large の逆は そう、small ですね。これで数が少ないっていうんですね。だから、many とかね、few とかが引っ掛けに出てきますので、間違いないように注意してください。同じようにね、ボキャビュラリーなんていうのも出ることがあるので、ちゃんと覚えてください。語彙数が語彙語彙数ですみたいな感じですね。はい、結構覚えてる人がいるんですけど、語彙数っていうのは一応言わないんですよ。語彙っていうのは語彙の意っていうのはタワなんで、タワなんで、この頭の中にね、<laughs> 頭の中にあるこの語の words のね、この塊の 塊のことを言うので、そう。束5位のイってタバって意味ですかね？そうだから、そのタバが大きいちっちゃいなんですよ。単語がいっぱい入ってるところが大きい。小さいっていう風に覚えるので、だからメニーボキャベラリルとかっていう風には言わないんだっていうのをちゃんと押さえておきましょうね。はい、この辺のポイントもね。よく狙われるので、これはクーラー補充でも出てくるし、成功問題でも出てきますので、きちんと押さえておきましょう。はい、こんな感じですね。はい、いろんなね。補足知識もやっていきますから、きちんとね。頭の中に入れてたくさん問題出て、最後問題が解けるようにしていきましょう。はい、こんな感じでやっていきますので、よかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。